てる。眠い。パイトーンたちは皆踊るをクリア後に入手できる、隠しアチーブメントの解説。解説というか、クリア後に周囲にいる子供7人に話しかければいいんですけど、マジできつかった。場所わかっててもマジで見つからんかったので、等速推奨です。一応概要欄にその任務の動画を貼っておきます。では本編へ。出発だ。ここすんごい意地悪な気がしたんだよね。謎のネズミ返し判定と時間制限。ここの攻略は常夜のオーラをまとって白夜で門をくぐって回転装置を起動します。で、その後逆順して、子供に話しかけられます。
こいつで最後です。皆さん頑張ってアチーブメント取ってね。お疲れ様でした。